放送が終わりました。ありがとうございました。ここしばらく森さん中の大島さんとかあの現代製薬の上山社長が来てくださったので、二人での放送って一月ぶり。お、一月ぶりですか。なんですって。ああ、そうですか。なんかそんなね。まあでもまあなんかまあそう言われてみればそうかなみたいな久しぶりに二人だなみたいな感じもあるあるかな。うんうんそうね。どうですか。やりやすかったですか。 まあまあまあ、もうだいぶ慣れてきもう長くね,ねも,うもうすぐ一年もう1年もうすぐ9月なんで<ー>もうね10か月11か月経ちますね、うん、はい、えー、ここでメールをご紹介したいと思います、はい、墨田区にお住まいのポコちゃん28歳女性の方からですありがとうございます、うん この番組を聞くようになってから、しんさんのブログも見ています。うん、ラジオのことを書かれたとき寡黙なイメージの正人さんが、という声をよく聞きますとありましたが。私もそうです。正直正人さんって、近寄りがたくて、怖いイメージがありましたが。うん、この番組で、いい意味で変わりました。これからも、意外な一面を見せてくださいね。はい、ありがとうございます。す <laughs> まあ、でもさ、やっぱりさ、格闘技、基本的にはさ、やっぱ、うん、イメージとして、やっぱり格闘技やってる時のイメージだしさ。うん。うんうん 格闘技のインタビューされてる時のイメージが強いんだろうねそうねでも最近ねお酒とか飲む席あるじゃないあえて崩してるああああえて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 ああそうなんだそうするとみんな入ってきやすくなるあれねそれで分かったのが竹内力さんダジャレばっっか言てるじゃないあの人も多分その戦法なんじゃないかなと やっぱりさ、あの怖いイメージあるじゃない、力さんも。うん、そうよね、ちょっとね。おしゃべりでさ、お茶目な方だよで。あれわざと絶対やってるよ。わざと。わざと、え、そうじゃないと、みんなが接しがたくなっちゃう。からそうね、それは言えてるかも。で、なんか自分はこんな感じですよ、ともうガード交差。開けてる。先ほども。カモンカモンじゃない。ガード開ける戦法を使ってる。なるほど。そうすると、みんな入ってきやすくて、自分も楽しい。 そうだねやっぱりこう眉間にしわ寄ってこうやってぐってやるよりね笑ってる方が昔はやっぱり格闘家雅人のイメージを崩しちゃいけないと思ってたからガードしてたけど酒飲んでもちょっと心許さないぞ的な感覚があったけど最近もうオープンすぎてさ困っちゃう困っちゃうっていうかまあオープンですよそうですねいやあの 意外な一面をねこれからも見せていけたらいいですね。そうですね。まだまだ引き出しがまだまだ引き出しがあるそうです。ぜひ皆さんあの <laughs> 引き続き注目です。はい、はい、メールどうもありがとうございました。した番組は引き続きメールをお待ちしています。はいマサトと,とヤダシンでした。